本日水溜りボンドのトミーさんが来ます仙台に。おう、トミーさんにシャンパンを飲ませたい。おう、これドッキリ。トミーさんをおもてなしする料理を僕が結構作りますっていう手ですね。まあ会社はしご酒みたいな感じで、はい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 、トミーさんがシャンパン飲んでるとこ見てないんで生で。ああそっか、俺が振ればトミー飲むから。いざやすっつって相当飲まないっていう感じらしいですから今。トミーは礼儀を知ってるわ。ちゃんと礼儀を知ってる男だから。勝ってんの年だけですからね。その他の全部負けてるから。言うな、年だけでもすごいだろ。だってこんな早く生まれたもん勝ちだよ。こんなのしょうもないジジイとかいるけどな。結構やめろ。僕社長にシャンパン渡しとくんで、うん、いい感じに進めてもらっていいですか。ああいい感じに。僕も今日シャンパンに合う料理しか出さないんで。ああなるほど、そういうことか。そういうことです。今日気持ちよく飲ましてあげましょう。オッケー、わかった。そういう感じです。いいよ。その前に俺が潰れてるってことはないのか。イングラドバトミーさんに美味しくお酒を飲んでもらおう。ああ、いいんですよ。よし、そんな、そりゃそうでしょ。仙台と言ったら酒ですよ。いや前回トミーさんとコラボさせていただいて、うん、あのマグロ3キロ、うん、はいはい、やらせていただきまして、はい、楽しかったなと思って。楽しかったですね。めちゃくちゃ美味しかった。ちょっと今回はあの趣向を変えて、はい、僕が本気でちょっとおもてなしの料理を作ります。うわー、前回めちゃくちゃうまかったですからね。うちの部下が作ります。いや、そう、ね、うちの部下が手柄ではありますけど。社長の手柄ではありますからね。それはうちの部下が作ります。30万です。高いよ。でも前回確かそのここでそのマグロ料理食べた後に飲みに連れてっていただいて、ね、いや、そう、お腹パンパンすぎて、ね、何にも入んないけどね。いや、もう最初からもう今日じゃあお酒を飲みながらでいける。今日はもうお酒を飲みながらで。おお、1次会です。ここがいや、二次会もあるんですね。ちゃんとあります、はい。僕もちゃんとそうだろうなと思ってホテル取ってます。まあ今からちょっと作ったりとかしますので、まあ、飲みながら、はい、まあ、おしゃべりをしていこうという、そういう企画です。おー、めっちゃ。頼むぞー、いい料理頼むぞー。こんなゆるゆるトーク企画なんだから、この料理が全てを担ってるんだから。そうですね。料理の映えが全てですからね。あとトミーさんのトークね。そうですね。俺はイングラドバ。はい、ということで、本日はトミーさんに料理を作っていきたいと思います。シャンパンに合う料理ってフルーツ、チーズ、魚介、冷たいものでしたんで、今回はそれを作っていきたいと思います。お腹空いてることあんまないんですよ。スプライベートで。めちゃめちゃ声でかいです。去年ぶどういただいた北ぶどうさんからまたちょうどいただいて、僕シャインマスカット買ってきてたんですけど、それよりも圧倒的にいいブドウが届いちゃったんで、こっちを食べたいと思います。すごいわこれ。実は近いですからね、新幹線乗っちゃえば、うん、あ、めっちゃすぐ着くっていう。そう、1時間それこそ40分とかぐらいでポンって来れるんで、うんうん、でも僕今日新幹線出て、うん、何人かに、うん、え、長野社長とコラボですかってめっちゃ言われました。あ、すごい。前回のあれをみんな見てくれてるんだ。あ、そうなんだ、嬉しいね。やっぱそれはね、やっぱ。お酒まだですかね。少々お待ちください。結構ノンストップで喋って結構もう喉乾いてきたんですけど。ちょうど一品目出て、あの物撮りしてるところにちょっと静かにしてもらって。はい、お待たせしました。え、一品目こちらです。何ですか、これ。そう、シャインマスカットのカプレーゼです。うわー、一品目おしゃれー。ね、あ、そうです、そうなんですよ。僕こればっかなんで。あれ、これ用意したの違うな。え、社長何飲みます？これはシャンパン。シャンパン飲むんですか？え、社長シャンパンですか？これシャンパン。まあこれシャンパン合いますからね、これね。うん、さっきシャンパンは、僕、そうですね、いや全然、うん、まあそんな知恵の輪みたいなことあります。シャンパンがで全然、そうですね。あー、トミーさんシャンパンいっぱいですか？じゃ、シャンパンなくなったのかと思ってて、え、あったんだって。シャンパンでも飲まれですもんね。全然アルコールがあるよこれ。ガチに萌えですね。萌えですよ。はい、まあ、トミーさんこちら好きなあれですか？そう、好きなんで。もう僕はもう本当にトミー、これはもうシャンパン。社長シャンパンです。社長、これはもうシャンパン、あげるよ。おー、
うんてやけどな。基本ずっとシャンパンっすね。シャンパン。ちょっとそんな強気のキャラクターだな。そう考えるとあれ、あの頃の俺って。あ、すいません、継がしちゃって。いえいえ、全然大丈夫。気を取られて、継がせてました。大丈夫？あ、で、ちょっと一旦こっちで行かせていただきます。すいません。グラスだけ置いとこうか。グラスなんで置くんですか？いや、とりあえず、グラスだけ、あの、飲まなくてもいいよ。あの、グラスだけ、あ、見た目だけで、ね、うん。あの、結婚式とかでもこういうのあるまあまあ、置いてるだけのやつ。置いたってありますね。うんうん、じゃあ、ありがとうございます。うん、もう俺じゃ美味しいですよね。すごくシャンパンに合うんで。まあ、そうですね。これすごくシャンパン、これあんまりこれでいくといかないよね。そうです。じゃあ食べてみたらまたこれシャンパンとちょっとまた。これ初めてかもしれないです。このシャインマスカットと合わせてるカプレーゼ、うん。俺も初めて。いただきます。僕も初めてです。うん、うん、まっ。これは。うまいっすね。これシャンパンでしょ。トマトの時よりシャンパンに合います。これこれはシャンパンでしょ。これシャンパンだな。でも全然いいっすよ。トミさんシャンパン飲んでいただいて。全然俺は、いや全然飲むのは全然なんか変に最初渋っちゃったせいでなんかいけなくなっちゃった。めっちゃうまくないですかこれ。今日ちょっといいシャインマスカット入ってたんですよ。いいシャイン店ですか。視聴者さんです。視聴者さんにもらったんですか。これもこれマジうまいわ。結構原価高いよ、これ原価4割だったと場合、すごいね出す時の金額は高い。お兄さん、なんかやってらっしゃる。やってないです、やってないですよ。はい、何もいないんですけども。あー、うまい。シャンパンがうまい。動画絶対チェックさせてください。イングラドバ、そういう企画ですね。あ、気づきました。シャンパン飲ましたいな。あんま飲ましたいなって。全然飲みますけどね、うん、あんま飲んでないだけで。だよね。僕なんか昔結構シャンパン飲んでたんですよ、うん、でなんかこうちょっとそのまああんま言うべきじゃないかもしれないですけど、なんかちょっとこう周りに夢見せれるのかなみたいなのもあったんですけど、まあ確かにちょっと大若造だったんで、まだそれ確かに見え方が良くなかったなと今は思ってて、シャンパン飲んだらダメとかないと思うんですけど、なんかこうちょっとなんだろう、見え方を気にしちゃっておりましたね、うん。やっぱトップクリエイターと言われる集団は、うん、YouTube しかやってなかったんですよ最初で、まあ、僕もその一員だったと思うんですけど、みんな YouTube バーってやって寝る間も惜しんで YouTube やると、うんうん、ショートスリーパーになって、うんうん、みんな YouTube だけやってる、はいはい、でだんだん最近それが少しこう毎日投稿みんなやめてったりして、はいはいはい、ちょっとこう私生活に幅を持たせ出して、うん、でだんだんこう結婚ラッシュになって、うんうんうん、そうすると子供生まれるクリエイターもいるし、そうするとこう自分の家庭の時間も大切にするようになってきて、だんだんこうちゃんと YouTube が職業になって、はいはい、ある程度みんな生活っていうものをちゃんとこうあった上で YouTube をやるようになってきたと思うんですけど、うんうん、僕は結構振り出しに戻ったなと思って。ああ、なるほどね。はいはい、今一番 YouTube やってるんですよ。もう一回、もう一回ちゃんと経験したいなっていうフェーズではありますね。なんでだか楽しくやってないかって言ったらそうではないけど、多分いろんな回るものと、そうですね。いろんなものがやっぱりこう絡み合ってけど、多分そこで一回沈んで、今が多分すごい多分楽しくできてるんじゃないかなって、まあまあ、動画越しに見ると等身大ではありますよね、うんうんうん、多分負けるのを絶対認めらんなかったなっていう昔は。なるほどね、うん、そうですね。これできないって言えなかったっていう、シャンパン飲みたい話ですね。あの、いや、そうなんだよね。ああいう料理のそのバズったやつで、うん、まあ、あのタイミングで本当にできたっていうのは、もうすごい。じゃあもう全ベッドしてたんですね。全ベッドしてた。そう、マンブリですよ。いや、そう。だもう本当ホームランですね。そう、本当に本当に。いや、すごいな。すみません。話が重くて入れない。いや、ごめんなさい。これ。そうですね。あんまりそのシャンパン飲みなよって言えなくなっちゃった。いやでも、こんな話するからさ。逆にそれはね、けどシャンパンに合う料理がこれからまた出てくるから。ただ今シャンパンに合う料理とシャンパンに合う話でした。今、いや、そうなんかそのなんか、うん、話の方が何なら合ってる。うわー、おタイのレモンカルパッチョです。これもだ、これもだ、シャンパンだ、これもシャンパンですね。タイだけだったら白でもいいですけど、レモンとカルパッチョですから、でいくと、あー、うまい。なんかもう逆にもういつでも
動画的に何品あるか教えてもらったら行きたいです。そうだよね。あと2です。いいか。もう飲んでください。よし、飲みます僕。すいません、ちょっと。あ、ごめんなさい。もうね、俺の勝利だな。いや、そうですね、今ちょっともう。まあ、社長の勝利なのか、あるいは人生というものの大きさなのか、どっちかですけど。シャンパンの合う大人になってこうと。確かにそうですね。本当に合うものと。こんなものはやめてください。いやいや。こんなもの飲むのやめてください。こんなものって言わないでください。美味しいんですから。こんな美味しいもの飲むのやめてください。いや、そうですね。こんな美味しいもの。じゃあ、すいません。ありがとうございます。うまいなぁ。うめぇなぁ。なんか、味以上に何かが染みてる気がします。すいません、いただきます。タイのレモンカルパッチョ。レモンカルパッチョです。これですよ。うまい。めっちゃ料理うまいっすね。前回の時はやっぱちょっとマグロで、うん、僕もやっぱこれあんまりこうマグロをあんな大きいの触ったことがちょっと不安になかったでかいよね。本気のやつガチの。昨日丸一日僕これのためだけに時間費やしてて。でこれめっちゃうまいっすわ。でももう僕 YouTube 9年やってるから分かるんですけど、4品あるのったら僕2品目でシャンパン飲んでもめっちゃ違います。めっちゃ違います。そうですよね。はい、視聴維持率がすごい下がってるんで今。いやけど真面目な話をちゃんと流してくれなかったら、はい、これは、うん、ダメよ。イングラドはどこで自分の貯金がなくなっちゃうかっていうところだったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、実際問題その貯金がうんぬん、もう少しポップなまでいってほしい。すいません、前半だいぶ重めなんだ。あ、そういうことか、そういうことか、編集苦労しちゃうんだ。そうか、そうか、そうですよね。そうだね。軽い話題であれなんだけど、一回ほら水溜りボンドって、はい、まあ、なんか登録者数とかで減ったじゃん。はい、減りましたね。今減ってるコムドットのことどう思う？やめなさいってやめなさいってば。めっちゃ重いじゃないですか。めっちゃ。なら今までの話の方がいいな。コムドットは僕はめっちゃ応援。答えないで。めっちゃ応援します。マッシュポテトとアボカドのなんかです。フランス料理ですか？僕しました。完全シャンパンに合う。そうですね。でここまで来て、うわーってなって4品目で行くってことですよ、ね。なったら2品目でも飲んでる。おかしいんだよな。話が減ってるもんだって。そう、僕も飲んじゃった。だからちょっとしかなんか今日飲まなくていいですって言ってましたね。言ってたんだけど。だいぶ飲んじゃった。あの進む話題すぎんだよ。いやそうなんだよ。頼むから話題変えてくれよ。回しないと俺らこんな話だよ。ずっとなっちゃいます、ね。楽しいから。楽しく仙台に。うん、なんかこう相談しに来ちゃったって感じはありますね今。何にしてるんですか。おー、うまっ。本当にあの味も何もしないから。してない。めっちゃうまいですよ。ちょっとこれだけ俺も気になる。食べてください。え、これめっちゃうまいですよ。あ、うん、うまいっすね。これめっちゃうまい。え、これアボカドってどうやって柔らかくしてるんですか。いい感じのやつ選んだんですか。ちょうどいいですね、多分主張しすぎない感じが。で見てみて大体なんとなく分かるじゃないですか、うんうん、それで、まあ、このぐらいかなと思って。アボカドって料理チャンネルからするとちょっと固めの選んじゃうんですよね。あ、まあ、分かります。切りやすいし、うんうん、ちょっと映えるからっていう理由で。でこのくらいがうまいのは分かってるんですけどね。めっちゃうまい。めっちゃうまい。これやばいですよね。これやばい。これめっちゃうまいですよ。もう限界とか。いや、これ結構かかるね、限界も。まあホタテが時期でいくらぐらいになってるかによるんで、1500円か4800円。いや、俺のロールキャベツと同じだぜ、4000円だって。いや、あれ200円。いや限界以下やろ。限界以下なのあれ、ほんとにコンソメ入ってなかったら犬の餌と一緒だよ。おい、言い過ぎやぞ。
言い過ぎやそりゃ。いや僕あんま先輩に盾つかないですけど、これあるんだったらロールキャベツの2個目と3個目食わなきゃ腹開けておきたかった。もうこれがあったんですぐしまいました。閉まってましたね、そういえば。そういえば閉まってましたね。ロールキャベツ勝負しましょう、じゃあ。あ、うん、ロールキャベツ対決。あ、見たい。僕、先生に来ますよ。あ、お願いします。東京から。オッケー。ポッコポコしますね。あと、あずきちゃんと。あずきちゃん。緊張して手ほら、震えて、ちょっとなんか若干、調味料間違うから。あずきちゃん、隣に立ってねって言ったら、もうなんか緊張して、隣に。いや、もう、それは勝負なのよ。本当にできないかもしれない。いやでしょ。あとその時僕も緊張してるんで。こっちで。あずきちゃんに。あずきちゃんに緊張したんで。本当。もうだってあの U フェスの時楽屋挨拶来なかったんですもんね。うん。その U フェスでしたっけ？ U フェス。あ U フェス。でも U フェスは普通にあの一般席みたいなの見てました。全然僕に言っていただければ楽屋と挨拶受けたら。けど会うかもしれないぐらいの緊張感で。いや絶対そうですよね。そう。その後にトミーさんとコラボですね。うん、まあまあそ、ね、それが前にやったらもう少しフランクにお願いしたかもしれない。え、でもだって水溜りとはコラボしてたんで。やっぱりそれはまだ水溜りボンドさんっていう感じ。ああ、携帯の中では水溜りボンドよりもあずきちゃんの方が上ってことね。いや、そうだな。そうやね。絶対そうやね。絶対そうやね。今のはずそうだよね。絶対そうだよ。これに関してはそうです。素直な。ガチファンなんですよね。ガッチファンのパオパオチャンネル。まあ、そうやね。本当に。で、あの二人ってことよ。あの二人ってことよ。あの二人ってことよ。あずきちゃんも。もうだし。うん。え、あずきちゃんのファンクラブは入ってるんですか？入ってます。入ってるな。イングラドバ。ラストできました。しました。やば。お、パスタ。大葉の冷製ジャノベーゼです。ジャノベーゼだ。ジャノベーゼ。ジャノベーゼ。ジェノベーゼ。もう一回やりましょう。はい。大葉の冷製、ジェノベーゼです。ジェノベーゼ。おお。冷製パスタみたいなことですね。冷製パスタです。やばいな。ちょっと当てちゃってた。うん。よくないな。でもな。そうですよね。嫌ですよね。どうですか。うまいですか。うまいです。うーん。閉めちゃってるな。何時ですか、今。まあ5時です。5時に閉めちゃダメなんです。あの18時から店予約します。いやーまた行くじゃん。これもう一本取れないでしょ。はい。いや取れない状態ではありません。だよね。はい。ここでシャンパンですね。ここでシャンパンでした。え開いたんですか。開きました。はい、すいません。開いちゃってるな。開きました。すいません。お疲れ様でした。トミーさんのシャンパンを飲んでるところが取れたということで。そうそうそう。そうでしたね。モザイクかけない。モザイクかけない。大丈夫です。わかりました。アナベーションになっちゃう。今回もコラボありがとうございました。また。ありがとうございます。また来ます。すいません。今度は来てください。じゃあ、行きましょうか。行こう。ありがとうございました。オッケー。行こう。お疲れ。